こんにちは、ハイジーです。というわけで本日は新年一発目のサッカーの練習がありまして、今ね2時間がっつり試合形式で走り回ってきまして、2週間ぶりのサッカーだったんでね、相当ヘトヘトになったところで、ステーキビッグボーイさんにやってきまして、今ねビッグボーイさん史上一番の悪魔なんじゃないのかと言われているメニューが出ていますので、それをがっつりサッカー終わりで堪能しようのコーナーでございます。ビッグボーイさんはやっぱりね、もう外観からしてねめちゃくちゃ素敵、もう大好きな感じでございまして、まず店名がもうビッグボーイですもんね。そんでオーダーカットステーキ、お好みの部位と量を目の前でカットとありまして、まあ今日はあのステーキ狙いじゃなかったりするんですけども、そして何よりねこの食べ放題バイキングステットもね人気の一因を担っている要素でございまして、今回の悪魔のメニューどんな現物なのかも気になって仕方がありません。さあ、というわけで入店しましたけども、とにかく開放的な店内で、ソファー席の感じも抜群に素敵なんですけれども、今はね冬のごちそう黒毛和牛ハンバーグがやっておりまして、たっぷり大根おろしの和牛黒毛和牛ハンバーグ1090円から始まって、黒毛和牛ハンバーグがありますので、たっぷり大根おろしのやつがあって、黒毛和牛ハンバーグ大根おろしのないバージョンが次にあるといった形ですね。で、黒毛和牛ハンバーグとキノコのドリアがあったりとか、黒毛和牛ハンバーグのトリプルグリル、黒毛和牛ハンバーグ&カットステーキとか、めちゃめちゃなコンボかましてくれておりますが、今回私が狙っていますのはまた違った形のものでございまして、あ、健康グリルプレートもあるんだ。もち麦入りに変更もできたりするんですね。で、手ごね合いびきハンバーグプレートとかね、いろいろあるんですけども、悪魔ナンバーワン悪魔メニュー半端ないですよ。これチーズ&オムライスがあって、お客様の目の前で削ります。削りたてグラナパダーノとデミグラスハンバーグオムライスという、ちょっとオムライスが登場しておりまして、オムライスの上にハンバーグ、さらにどっさりチーズ、これが初めからサラダバースープバーがついてて1190円、税込み1309円といった形、これは避けて通ることができないデスニーですよね。なのでちょっとこれを今日は注文して、がっつりサッカー後の体力回復に努めたいと思います。さあ、ちょっと手前入れまして、ライスはやっぱり盛っちゃいますよね。なかなか惑星盛りしまして、ちなみにねオムライスですからね、このメニューにはライスバー特についてないんですけども、ちょっと興奮しちゃって僕ねライスバーもつけさせてもらって、つけました。なのでオムライスを置かずにライス攻めるという大胆なハイちゃん見せます。スープはね3種類くらいありまして、ポタージュスープ、コンポタージュとトマトコンソメスープとわかめスープとかあったかな。でトマトコンソメスープにしました。でね、ちょっとねサラダバーのコーナーがやっぱりね時間帯も時間帯なので結構ね混雑してますので、火は取れずにいる形でございますけども、ラインナップはサラダだけで10種類ぐらいありましたよね。でパスタとか、あとはデザートコーナーもゼリーとかフルーツがあったりした形でございまして、そしてブロッコリー師匠もいらっしゃいましたので、 OB ことオープニングブロッコリーかますために取ってまいりました。で、ご飯ですね、いただきます。ベジファーストの中でも僕が一番大事にしてますのがオープニングブロッコリーですから。やっぱりジュワッとうまいね。ドレッシングも8種類くらいあったんですけどもね、茶色い和風のやつをかけたんですけどもね、やっぱハイジーってさ和風ドレッシング好きじゃん。だからその和風とブロッコリー合わせて結局美味しいよね。まあ知ったこっちゃないって話かもしれませんけども、
はい、しましょう。チーズを。はい。お願いします。あ、すごい。めっちゃかかってる。さあ、というわけでビッグボーイさんの悪魔のオムライス登場しまして、目の前で今チーズめっちゃかけてもらいました。これ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 。オムライスの上にハンバーグあって、そしてチーズあって、そしてライスがある。ライス取ってきすぎたかな。ちょっと ライスめっちゃあるんだけど、ライスがでかすぎてちょっと悪魔のメニューかすんじゃうかもしれないくらいライス。待て、まあいいでしょう、食べていきましょう。でがっつりと、わっ、銃、肉の銃が下に今滝のように、スローで見てもらいたいな今のやつ。すごかったね。で、あ、来ました、ケチャップライスだから、じゃあいいよね。じゃあ、うん、おかずだよね。白いご飯のおかずだ。うまい、うまいだ、うまいマイボーイだ。味の水木有沙さんだ。ハンバーグはもちろんビッグボーイさんですから間違いないうまさ。からのデミソースかかったオムライス、卵もプルンプルンです。周りにソースもたっぷりですから、白ご飯によってね味が薄まるってこともないんですよ。追いかけ放題なんです、濃いので。でチーズもね、濃厚にハンバーグに絡んでくる感じ、たまんないのよ、絡みつくのよ。というわけで強烈なライスマネジメントをかますことによりまして、先にライスがなくなりました。でサラダバーもね、もう一回くらい取っていこうと思います。そしてサラダとスープ追加で持ってきましたけども、皆様意外となんですけどもね、久しぶりのサッカー2時間走りっぱなしの後って食べれないかもしれない、いつもよりも、っていうことが分かった今回でございました。さあラスト一口ですね。あれ待て待て、これこれ寿司じゃない？あ、寿司だこれ、絶対寿司じゃん。寿司を食う。ごちそうさまでした。というわけでビッグボーイさんにて悪魔のメニュー食べてまいりましたが、いや美味しかった。オムライスの上にハンバーグ乗せちゃってんですもん。その上にチーズかけちゃってんですもん。もうそれは美味しいですっていうのもありますが、ビッグボーイさんという店名の割にはね、そこまで大きさなかったかなって思ったんですけども、食べてみたらやっぱりね、十分なボリューム感、あれくらいあれば十分だよねっていうボリューム感がありまして、僕はもうねライスをつけちゃったのでね、そういうことじゃなくなっちゃったというかね、もう合わせたら多分デカ盛り感すごいんだろうなっていう。平皿でさライス盛るときにボリューム感どこまで伝わってるのか分かりませんけども、あれなかなかの量実は持ってるんですけどもね、伝わってるのかどうか分かんないから悔しいんですけども、なかなかの量盛りましたっていう報告ですが、サッカーの後って食べられない時あるんだなっていうのも思い知らされました。こんだけさカロリー消費してきたからもっと食べるのかと思ったら、おこんなもんで満足しちゃうんだっていう自分もいて、新発見でした。また老いに気づかされた今回のお食事でございましたが、本当に美味しかったですし、おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、コーヒーモカさんからのコメントで、そういえば支援太から卒業されるんですよね、
視聴者と支援者の思い出を残すためにも支援者に寄せ書きをしてもらいましょう。やめてほしいな。支援者はもう次の車に乗り換えるまでに綺麗に使っておきたいの。いろいろあるからやめてよ。絶対書くのやめてほしいし、みんなは何の思い出があんの？僕はあるよ。このね、今までありがとうとか、人生で初めて買った車だから本当に思い入れあるんですけども、みんなはあんの？本当に。シロさんからのコメントで、最近ハイジーさんの動画を見るとき音量をゼロにしてスマホを伏せて見るのにハマってる。なーにそれ、わけわかんない。本当に怖い、怖いよ。もうこれはこうなってくるともうね、目的がわかんない人が一番怖いからなんでそれすんのっていうのがわかんない、動機が謎、そこに人って一番恐怖を覚える。なんでこんなことしてんの、まあ、僕としてはね、見てほしいの、見てほしくてやってるから。あのこれだとね、確かに視聴数1カウントされますけれども意味ないの。なんか寂しいな。なんか せめて伏せないようにしてもらえます。まあ、音量は最悪ゼロでもいいから、大したこと言ってないから。だるまさんからのコメントで、穴という穴にピーナッツ詰めてフンってやってそうや。あ、はい、ごめんなさい、あれだったかな。大丈夫です。いつもします。うちの息子とかも、ありがとうございます。気づいて、え、すごい嬉しいです。はい。っていうか、顎触らせてもらっていいですか。お隣の席だったんですよ。あ、そうだったんですね。そう。あ、すみません。あの騒がしくしちゃいまして、すみません。嬉しい。こちらこそ。頑張ってください。嬉しいです。ありがとうございます。すみません、あのはい、やってる最中。はい、失礼します。ありがとうございます。うん。すごく嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。こういうの本当にやっててよかったなと思える瞬間なんですけども、声をかけてくださる瞬間に読んでたコメントが、穴という穴にピーナッツ詰めてフンってやってそう。だから何よこれ、鼻も嫌なのよ僕。鼻にピーナッツ詰めるのもすごく嫌な方、取れなくなったらどうしようって、で馬垣義明さんの感じでやりすぎてさ、取れなくなったらどうしようって思うじゃん。で、あのフンってやって飛んでくんの基本は口と鼻だけ、耳とかいろんなところに詰めても何も起きないから、フンってやってもね、ポンってなったら売れるよ。あ、売れるな、これ。これなんか熊田さんとかにやってもらったらなんかまたヒットしそうなやつだね、これね。これ教えておきます。サイボーグドリー空耳ファントムさんからのコメントで、毎回食べる前に実食って顎出すの分かってても笑っちゃいます。やってないじゃん、そんなお約束ギャグ持ってないし、これギャグなの。実食って食べる前に こうしながらこう顎出すの、実食、うん、やったことないから勝手に毎回やったことあることにして笑わないで。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディディンディディン。アイムライアードさんからのコメントで、焼きあご定食を食う。ハイジーさん、隠し芸大会の卵丸飲みすごかったです。だからやってないじゃん、あのやってないことでね、すごいって言って褒め立たないでください。